してあの光を恐れるようになったの。まるで歯を畳めない蝶が舞うよう。どうしてあの人をまた選んでしまったの。受け継いだ喉ではもう泣くことも叶わないのに。お嬢様、ただいま戻りました。ご所望の本、買ってきましたよ。お嬢様？おかしい。お嬢様はおろか、メイリンやパチュリー様の気配もない。みんな、どこへ行ったのかしら。どこへ行ったのかしらね。ごきげんよう、さくら。役も、ゆかり。何か楽しいことがあったみたいじゃない。あなたのお嬢様の思いつきで。思いつきでというのは否定しませんけどね。私も参加したかったのだけど。どうせいつものように寝ていたんでしょ。否定はしないわ。それでお寝坊さんがここに何の用かしら。そうね、その素敵な吸血鬼さんに挨拶に来たのだけど、どうやらご不在のようだったので、代わりに私が留守を預からせてもらったの。しらじらしい。お嬢様たちがいらっしゃらないのもあなたが関係しているとでも言っているみたいね。あら、そう聞こえる？平静を装っているけど内心はといったところかしら。たぎらないたぎらない。綺麗なお顔が台無しよ。口で言ってもわからないよね。それはこっちのセリフ。少し頭を冷やしたら。頭の悪い人間、気づかないようだから教えてあげるの。春がまだ来ないとでも言えばいいかしら。春が面白いと思わない？ま、ヒントはここまでにしておきましょう。待ちなさい。誰かに盗まれた春、誰が何の目的で、なんて。それじゃあごきげんよう。お嬢様。